こんにちは、別冊川久里子です。阿部大輔です。今日最初にお送りした曲は Feel Like Making Love、 ユージーン・マクダネルさんの曲で、はい、お送りしました。まあ、いわゆる R&B のスタンダードっていう感じかな。はい、うん、はい、はい、素敵な曲だよね。そうですね。ちょっと照れくさい曲だよね。そうですね。そうですか。そうですね。確かにこれでもなんか詩的でちょっととってもなんかこの韻を踏んでるところがなんかこの A セクションの場面とか strolling in the park っていうのなんかまあ、まあ公園を歩いている時に watching winter turns to spring in ってなってて、次は walking in the dark、 なんかパークとパーク、最初はパークだったらそれダークになるわけ、 seeing lovers do their thingさっきはスプリングだったけど thing になってたりとか、次のところは次のところって今2番は When you talk to me, when you're morning sweet and low low ってなるんだけど、次のラインでは When you touch me and my feelings start to show、 なんかこう oh であってるの。で3番は In the restaurant holding hands by candlelightってなってんだけど、次の段には While I'm touching you, wanting you with all my might っていうのがなんかこう綺麗にこうなんか韻を踏んでいるので、いやなんか歌詞もなんかよくできてるなと、はい、はい、思った次第でございます。はい、はい、ということで青春の心、はい、160
61回目ですが、はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、前回は練習へのモチベーションを上げる方法というのを、お話ししたんですけれども、またコメントちょっと紹介させていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます。素晴らしいお話をありがとうございます。本当に好きな曲、好きなのでやめる理由がないですね。自身練習やライブなど、俺やっぱり下手だな、ははと思いながらも、毎度不思議な充実感があるのでやめられません。とありますね。確かにね。日々の練習ではいまいち乗り気にならない時も私もたまにあります。でも前日に比べて 0.1% 上達するだけで、1年で 44% 上手くなるわけです。上手くなった自分を想像するとワクワクして、毎日欠かさずやろうと思います。ただ第三者にチェックしてもらうことは大切なので、レッスンには通いますと。なるほどね。確かに、いや確かに1年で 44% 上手くなるね、うん、1日 1% ね。はい、お二人の息遣いが感じられて聞き取れて、素晴らしい演奏だと感じました。ありがとうございます。あとはですね、あとなんか前のやつに、そう、来たコメントが来た。なんか僕らのなんかミュージシャンの職歴っていう、僕らの職歴を紹介した回が結構前にあるんですが、そこにコメントいただいたので、今日はそのトピックを、うん、トピックに関する質問、する質問っていう感じです。はい、はい、全ての人に当てはまるのかもしれないなと勝手に思ってしまっているんですが、一番好きなことは仕事にしちゃいけないという言葉。これは学生時代に知り合いの絵描きさんが言っていました。確かに今夜は気分じゃないのに無理して演奏しに行かなきゃいけなかったり、お金をくれる人の好みに合わせたやりたくない曲やったり、ミュージシャンって仕事を少しでもやると特にそれを強く感じました。仕事にするのは2番3番に好きなことを選ぶ方がいいんじゃないという結論になりました。となると、わがままが通せるアマチュアが最高の身分かもしれないと勝手に納得しておりますと。なるほど。ということで、じゃあ今日のトピックですが、はい、どんな感じですか。どんな感じですか。一番好きなことを仕事にすべきか、しないべきか。しないべきか。結論。結論。その人それぞれだと思います。終わり。はい、今日もありがとうございました。はい。っていうか、はい。じゃあ、クリコさん。はい。自分の好きな、一番好きなことを仕事にしてますか？してると思うけど。そう？うん。例えば、ベーシストってこと？と歌も歌うこと？でも、例えば気が乗らないときありますか？なんか、自分のライブの時、自分がリーダーの時は、うん、あんま気が乗らない時はないけど、例えばじゃあ YouTube 撮る時、気が乗らない時はありますか？ありますよ。例えば今日とか、今日とか今日はね、ちょっとね、別に YouTube は別にぶっちゃけ私なんですか、別に一番大好きなことじゃないから。あ、そうなんだ。じゃあでも、この人が言うには、一番好きなことを仕事にしない方がいいって。2番目、3番目、これ仕事じゃないの。これ仕事じゃないよね。私の仕事は、ライブで、ステージの上でお客さんを楽しませて、みんなで楽しい時間を共有することで、バンドと一緒に、それが私の仕事、一番好きな仕事だと思ってるから。これだとお客さんが目の前にいないから嫌なの。多少それもある。うん、見えてたら全然もう1000倍楽しくやってる。あ、そう。ウキウキしてやってると思う。じゃあ心の目で見たらいいんじゃない。だって今大好きしかいないじゃん、ここに。いるんだよ、だから。いると思えばいい。いるんだから、実際。うん、まあ、目に見えないけどね。実際何で1000人、毎週1000人超える人が見てくれてるんだから。うん、結構1000人が集まることってなかなかないじゃん、自分のコンサート。まあね、ありがとうございます、いつもご視聴いただき、そうそう、本当に。まあまあ、でもそういうことだよね。まあでも、素直にそこまで、うん、これはもうなんかいつ何でもやってられるけど、これはちょっと腰が重いなってことはやっぱあるかもしれないね。あるってものが、うん、うん。で、まあ、僕らはあんまりだから参考にならないかもしれないんだけど、うん、いや、僕ははっきり言って一番好きなことを仕事にしてて、
これ以上のものはないと思ってるぐらい本当にありがたくて毎日最高なんですけど、なんか人によってはそのやりたくないことをやんなきゃいけないとかいうことは言う人もいるけどね。うん、で自分の場合はなんかそういうふうにはあまり思ってなくて、あのまあ自分に合わないことはあるなとは思うわけ。うん、得意じゃなくて、あこれ僕じゃない方がこの場はきっとうまくいくだろうなって思うこととかもあるし、まあ、そういう場合はだからなんつうんだろうね、もっと自分に得意ななんつうのそのことがもっと上手にできる人にまあ場を譲ったりとかさ、自分が身を引いたりとかそういうことはあるかもしれないけど、うん、でもそういうことによって結局自分が一番何ある意味楽にね、楽にしかもいい結果を出せることをだけをやるようになってきたかもね。うん、昔はもうやっぱり何でもさ やろうやろうって言ってさやろうとしてたじゃん、やっぱさ仕事だからと思ってさ。でもやっぱそのいやいややる仕事って多分その仕事を受注する方もあんまり気持ちよくないと思うんだよね。あこれ仕事だからしょうがないからやろうって思われてやるのと、あこの仕事すごいやりがいがあるからやろうっていうね。例えばなんか言ってたよね、前も言ったけどさ、そのクリコの友達でさ内職が好きな人がいるじゃん。そう、内職が好きな人がいるんですよ。で僕からしたらその例えばなんかのね、わかんないよ、なんかカセットテープのテープを貼るとか、うちのおばさんが昔やってたんだけど、それをだから一日に何千個と貼るわけ、シールをね、もう僕がやったら苦痛にしかさ思わないけども、そのクリコの友達はそれを本当に好きでやってるんだもんね。うん、それなんて言ってたの。うん、うんうん、それやってるとなんか好きなんでしょ、とりあえず。まあ楽しいって言ってたけどね、ワクワクしてね、音楽とか聴きながらやってんだっけ。そういうわけでもない、うん、そういうわけでもないけど、うん、でただもうそれにのめり込んであのできる人もいるわけですよ。うん、だから全部自分の眼鏡で見ない方がいいってことだよね。うん、自分が楽しめない仕事を人はあの本当に楽しんでやってる人も絶対いるんだっていうこと、そうしたらなんか安心して人にその仕事を任せることもできるしね。うん、そしたらもっとなんか素敵な世の中になっていくのかなと思うよね。うん、うん、まあ最近ねもう AI とかもあってさ、昔とは違うじゃん、なんか川で洗濯しなきゃいけない時代じゃないじゃん。だから本当に豊かな時代だなと思うよね。昔なんてそんなギター弾いて生きていく人なんて多分世の中にいなかったんじゃないかなと思うんだけどね、本当ね。うん、ギターがない時代とかはさ、石器時代とかはやっぱギターがないからギタリストになれないじゃん。でも今ギターがあるんだよ、素晴らしいよね。うん、遡ったね、それ。まあね、うん、まあ、でもまあ好きなことをして苦しくなる人もいるだろうから別に、ほんと人それぞれでいいんじゃない。そうね、だから趣味で何、例えばもうじゃね、ピアニストとかわかんないけど何でもさ、このジャンルは好きだけど他のはもう嫌だっていう人も実際いるのね。うん、ジャズミュージシャンの中でも本当ジャズしかやりたくないと、例えばポップスの仕事来てもそんなのもうやりたくないっていう人もいるの。だからそういう人はまあそれでいいだろうしね。うん、でも音楽だったらもう何でもいい、もうギター弾いてれば幸せっていう人もいるからさ、その人はねそれで幸せだろうしさ。うん、だから答えはもう本当ないと思うけど、でも今のこのね一番仕事好きなことを仕事にしない方がいいっていう意見に対しては僕はあのその意見とはちょっと違う意見かもしれないね。うん、てかまあまあ、うん、彼はそう思うかもしれないけど、うん、私た別になんか人それぞれそう、うん、一番好きなことを仕事にしたらいいって思う人もいると思う。そう、なぜならやっぱりこの使える時間が全然違うからっていうことなんだけど、多分普通にね会社員でやっててギター弾くって言ったらもう1日にギターに対して使える時間がさ例えば2時間3時間しかないわけじゃん。うん、ね、それからもう寝る時間なくしてやるみたいな感じじゃん。でも僕はそれをもうほんと1日好きなだけやろうと思えばできるわけね。もちろんなんかそのやんなきゃいけないことっていうかさ、生きていく上でさね、お皿洗いしたりとかさそういうことあるけども、まあでも結局できるじゃん。それってだから本当に幸せなことだなと思うから、うん、だから例えば今日なんかあの
メールいただいてね、ちょっと知り合いの方がまあちょっと転職して自分で起業してさ、音楽の会社を始めようと思うみたいなことが書いてあったわけで、それって素晴らしいことだと思うわけよ。で、多分そういう人にさ、なんかまあこんな好きなことやってもお金にならないよとかさ、もうちょっとなんか他の道で考えた方がいいよとか、安定したとかさ言われるかもしれないけど、でも結局まあ僕はね、そうやって一回も就職したことがないわけじゃん。それでやってきたけど後悔はないし、まあ、今でもさ、その一般的に見たらね、会社員より不安定な経済状況なのかもしれないけど、でもやっぱそれに見合う幸せ度はやっぱあるじゃん、うん、ね、うん、だからいろんな自分でね思い立ったら、まあとりあえず一番好きなことっていうのは本当に苦にならないことだからね、自分がね苦にならないことをなんていうの、もうだからさ、思い切りやったらいいんじゃないかなっていうのが僕の意見です。うん、まあね、そうですね。どう思う？てか別に職業にするしないは置いといて。そうなんだよね。うん。で、はい、みんな好きなことを思ってやったらいいんじゃないかなと思う。別に仕事、それが仕事なのかなんないのかじゃなくて、うん、なんか仕事があるから好きなことをやんないとかいう人は多分いっぱいいると思うから、うん、例えば子育てしてるから自分の時間取れないから好きなことができないとか、うん、そういうのはなんかあんまりなんか好ましくないのかなとは思うけどね。なんか好きなことは、いわゆる自己犠牲みたいなやつね。そうそう、うん、好きなことはどんどん進んで、やっぱり5分でもいいから1日にやったらいいんじゃないかなって、うんうん、でクリコがさ、一番さ1日の中でこれはやると上がるなっていうことって何ですか？一番大好きなことって何？うん、まあ、日によるかもしれないけど、うん、歌ってることとか、うん、ベース弾いてることとか、あと子供たちといることかな、うん、でも YouTube 撮るときに歌うときはやっぱなんかちょっとプレッシャーがあったりするわけ、うん、からちょっと楽しくないって感じ。人に見せるもなくて、家で歌ってる方が楽しい、ぶっちゃけ、うん、あ、そうなんだ。ぶっちゃけそう。あ、だからそういう人もいるんだよね。ぶっちゃけそう。なんかクラシックもそう。クラシックも自分で、うん、足で練習何をしてるかって、うん、弓で思いっきりクラシックを弾いてることがほとんどなんだけど、うん、それ別に誰にも見せないし、いつもなんか弓持っていくけど、たまになんか弾いてくれって言われたのは弾くけど、うん、それを持って進んでソロをやるわけでもないし、うん、最後の伸ばす音だけバラッてポーって弾くだけなのに、そう、いつも練習してるのは弓でクラシックを弾いてるわけ、うん、それは自分が好きだし楽しいし、どうやってやっていこうかなって思うから、うん、歌も一緒で、なんか車の中で一人で歌うのが好き。あ、そう、うん、まあ子供がいても、そう、だからそれでいいんだよね。それに従って、でもなんでさ、こうやってじゃあさ、例えば今人前で歌うようになったの？僕はやりたくなったから。うん、なんでやりたくなったんだと思う？分かんない、別に。なんでやりたくなったか分かんないけど、うん、でもやっぱ家で歌ってんのよりも喜びがある時もあるわけでしょ、多分。まあね、やっぱさ、いや、思うにね、いや、僕もこうやって、僕らもこうやってさ、YouTube とかやってるわけじゃん。はっきり言ってまあ利益はないわけじゃん、うん、目に見えるね、うん、いや、あるんだけど、僕にとってはね、うん、僕にとっては少しでも自分が経験したことをシェアして、なんか役に立ってくれる、立っと、なんかちょっと自分でもなんか、何、それこそインスピレーションに なったらいいなっていうことだけだからね、うん、で、そうしてやっぱりなんか 人に何かをさ伝えられるっていうかさ、まあ自分もやっぱそうやってインスパイアされてここまで音楽続けてこれたわけじゃん。だからそれが少しでもお役に立てればいいなっていう、やっぱりなんかその自分が好きなことをやるって言ったら、本当に家でクラシックでバッハの曲とか、さっきは、最近はね、取り組んでんだけど、それ楽しいけど、はっきり言って、まだ人には、の役には立ってないような気がするわけね。うん、でもだからやっぱ、自分の好きなことでどうやって人に喜んでもらうかっていうことをやっぱ、だいぶ考えるようになってきたのかもね。昔はだからその、自分がどんな音楽をさ、作ってさ、
っていうことばっかり考えてたけど、まあ、でもそれもそれで人にお役には全然立つと思うし、まあいろんなその時のなんかひらめきとか心のね、なんかまあステージ、人生のステージをねあると思うから、その人なりにね、うん、だからそんなんでいいのかなと。まあ何よりももう、ま、一日一日ハッピーで生きるのが大事だからさ、そんな苦しんでまでなんかやることはないよね。楽に楽な方向で、うん、いやもちろんそのなんか次のステージに行くためにちょっとだから不快なこと、例えばステージで歌うって不快だったけどさ、めっちゃ不快だったよ、ね、だって歌なんてみんな歌えるもんだと思うでしょ。そうね、うん、で大体みんなテレビに出てる人とか世に出てる人上手い人じゃん。そうねそれと比べられるわけじゃんね、うん、さあなんかで自分だってうまく歌いたいもんだよ。そうだよね、うん、だけどさやっぱ難しいのは難しいじゃん。やっぱうまく最初からうまくできるわけだから、そうそう最初からうまくできるわけじゃん。でも徐々にうまくなっていくもんだからね。そうそう、だからやっぱそのなんかでも自分でどこまでできたら世に出そうかっていうのは別にそういうのはないからさ、うん、や自分がやっちゃえって思った時に、うんうん、だと思うからさ、うん、そうだってその何、例えばさっきの知り合いのね音楽事務所を開く人の話だけどさ、勉強することはいくらでもできると思うわけ。でもやっぱやってみないとわからないことって、うん、多分その学例えば音楽も学校で学ぶこととさ実際で学ぶことってもう全く別物でしょ、うん、だからそういうことなんだよね。とりあえずやってみてないとわからないんだよね。だから好きなことをやりたいなと思ってる人が好きなことを仕事にしてみたらいいんだと思う。それで合わなかったら他の道をやればいいんだけどの話でさ、でもそれが一番自分にとってなんか楽しそうだなと思うことをやるのがいいのかなと思ってます。はい、だから皆さん、まあ私が言えることは、うんうん、好きなことをやって毎日ちょっとでもいいから好きなことをやったらいいんじゃないかなと思います、うん、そう、なぜならやっぱまあまあ俺ら家族じゃん、うん、で久里子さんがハッピーでいるっていうのは僕らにとって、子供たちと僕にとってね、本当にさ大事なことなわけよ。何より大事なの。だから例えば久里子さんがこれも好きじゃないことばっか毎日やって、あなんか毎日は疲れたよ今日も早く寝ようとか言ってる家と、あ今日お母さんちょっと食べ過ぎてめっちゃ気分上がっちゃってちょっと歌っちゃいたいなーっていう家だったらどっちがいいかってことだよね。あとそれ会社だったりもそうじゃん。あ今日この今日の仕事をやりたくないけど、あやったよお疲れ様乾杯みたいなのか、乾杯いいじゃん別に。いや乾杯いいんだけど、それじゃなくて、いやし今日は最高だった、喜んでもらった、もうみたいなのとどっちがさ楽しそうかっていうことで、やっぱ楽しそうな方がいいじゃんね。だから、ね、やっぱそういうふうに、まあいいんじゃない、いろんな日があるでしょ。そうそう、まあもちろんいろんな日もあるし、ね、毎日グダーって言うともうへーって感じになるけどねまあまあでも理想はそうじゃん。はい、じゃあ、はい、こんな感じで取り留めもない話になってしまいましたけど、はいはい、じゃあここでリクエストいただいたのでウェイン・ショーターの曲をやりたいと思います。スピークのイブ、はい、どういう意味ですかこれ。イブルって悪いこととか、その悪魔的なこととか、見ざる言わざる聞かざるみたいなやつでねって言われるんだよね。ああ、そうそういう風に一つになっちゃうな。うん、あの、うん、言わざるってことか。うん、そういうことなんだ、うん、だと思う。え、確か、あ、そうなんだ、うんうん、はい、じゃあやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
はい、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。一応お知らせはあるかしら、ありますか？ライブあります。はい、ので来てください。今週末はね2回ボディ&ソウルに出ますんで、10日は、パッドグリーングループフィーチャリングアンドレアさんと、あとは11日はデビッド・ネグレテカルテットやってますんで、ボディ&ソウル素敵な夜になると思います。あの僕のある限りのエネルギーをいつも放出して演奏してますんで、きっと楽しんでいただけると思います。ちょっとそのあれを3月2日のやつを、あ、そうね、はい、あと3月2日にあの、シモン・マルコのラミノアで、トリオで、私とクレコさんとピアノの布施音人くんの、そういうピアノとベースのトリオでやりますので、それもご予約受付してますので、はい、きっとなんか素敵なこれも夜になると思いますので、はい、ぜひお越しください。クレコさん、あとはありますか？大丈夫ですか？ああ、私まだ先だけど、うん、そう、先だから大丈夫です。先っていうか、まあ、うん、あの特にすぐお知らせしたいのは、うん、あれどこだか分かんないから、うん、どこだか分かんないから、またスケジュールとかもアップしてますんで、はい、ぜひチェックして会場に来ていただければ嬉しいです、はい、ということで、よろしくお願いします。まあいろいろ話しましたけど、何より楽しんでね、素敵な1週間をお過ごしくださいませ。はい、ありがとう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。